まあ、映像としてはさっきの展開の続きです、うん、はい、あのもう少しその大型モンスターとのこうアクション に紐づくところの、まあ、ところもちゃんと検証しておかないと、大型モンスターがこう、まあ、モンスタープレイヤーと追いかけていってなんか地形にはまっちゃったりとか対応できないみたいなのもまずいんで、まあ、そういった複雑な地形の上でどういったアクションできるかっていうのをここ実験してます。まあ、大型モンスターもこう怒らせてたりすることによって、移動をコントロールする誘導することができる要素だったりとか、うん、あとここではあの壁ですね、これぐらいこう立体的な壁に対してどれぐらい壁面に対してプレイヤーとモンスターがどれぐらい対応できるのかというところを検証しています。はい、昔だったら本当に垂直の壁しか作れなかったの、これぐらいデコボコしてても対応できるようにしました。はい、でさらにここからは狭い部分の検証になります。はい、はい、まあ、こういう検証を重ねることで、どれぐらいの太さの通路だったらモンスターは通れるのかとか、どれぐらいの太さの木だったら、モンスターやプレイヤーは、すり抜けるようにするのかのような地形のルールを決めていくのに、検証していました。はい、で結構何気にこの時苦労してやってたのはカメラワークですね。あのカメラの挙動も結構狭いところに入っていくとカメラがやっぱいろんなものに干渉してその視界を塞いだりとか、そういったものもすごくあるので、まあ、そういったものもああいう狭いところを作ることで検証している感じですね。今、野生の閃光ハムシに、刺激を与えることで、モンスターをひるませて少し時間を稼いだりとか、はい、ここでは、スター面がですね、はい、大きな力が加わるとスターが揺れて、プレイヤーが少し動きが制限されたりといった様子を検証していました。はい、で、モンスター側からもこういう掴み技のようなものっていうのも入れて、ちょっとアクションの中でもテンポを変えるような瞬間っていうのを設けていたりとか、そこのピンチから脱出するのにも、今回スリンガーとかを利用することで逃れられるようにしていたり、はい、で、モンスターがちょっとプレイヤーはダメージを受けたので、回復したいんですけれども、こうやってモンスターの視界から身を隠しながら安全地帯を探していきます。今回シームレスなフィールドになったことで、昔のようにこのエリア移動を経て回復するということができなくなりましたので、その分こうプレイヤーが安心してくれる場所っていうのを設けたくて、こういう隠れられる場所というのを設けました。だけどもそのずっと隠れられるとそれはそれで問題なので、モンスターはプレイヤーが残していた匂いを追いかけていていつかは見つけるっていう仕組みも合わせて検証しています。この時にその回復するテンポ感とか、まあ、そういったものも結構ちゃんとシームレスにやらなくちゃっていうので、まあ、そういったアクション部分もこの辺りでもうすでに見直してますね。はい、で見つかっちゃいましたね。何気にいたこうトカゲヤモリ、ね、ヤモリですね。ああいうものも、はい、こだわりのこだわりで何気にちゃんとこうあのアンジャヌが来ると逃げたりとか、まあ、そういう環境生物もしっかりインタラクションを取ってね、はい、いろんなものに対して、はい、そしてこれっぽいところありますけど今ないですもんね。こういうのも地形的にはだいぶ見直しました。もっとゲームデザイン的に結構ね整理しないといけないところはまだまだあるので、ただ要素としてはね、うん、かなりの部分が生かされていますね。そうですね、はい、大好きなシーン辻本さん大好き、僕の大好きなシーン製品版なんても大好き、大好きだ、まあ、地形もダイナミックに利用していくにはこれぐらいの仕掛けがあってもいいだろうということで、実験したんですけど、本当に辻本さん大好きだったんで、はい、もう外せなくなったっ、はい、やめましたって言えなくなった、はい、まあ、こういう滝を利用して、まあ、モンスターを、まあ、目的の場所まで連れていくっていう、まあ、細かいですが、さっき落ちながらとか今もこうもがきながらもちょっとアンジャの攻撃を仕掛けているような動きとかも入れて、まあ、攻撃的なキャラ性みたいなものをここで表現してたりします。はい、で、ビシャー、はい、この子が出てきます。ちょっとおって思っちゃいましたけどねデウスかと思いましたか、デウスそこ、はい、この子レアギアクルスで実は実験しておりまして、はい、まあ、このプレイの目的としてはこのラギアクルスをおびき出すためっていうのが大きなオチなんですけど、アンジャヌフはもう武器を使わず誘導して